伊豆半島のランドサット衛星写真スペースシャトル標高データ使用。伊豆半島ジオパークとは、静岡県の伊豆半島における大地が育んだ貴重な資産を多数備えた地域が、それらの保全と活用によって、経済、文化活動を高め、結果として地域振興につなげていく仕組みである。メインテーマは、南から来た火山の贈り物で、これは伊豆半島が、 フィリピン海プレートに乗って南から来た、火山島であったことに由来する。2011年3月28日に、静岡県伊豆地域13の基礎自治体と、県、各種団体、企業、大学などが協力して、伊豆半島ジオパーク推進協議会を設立。2012年9月24日に、日本ジオパークネットワークへの加盟が認められた。 2018年4月17日に国際連合教育科学文化機関から国内9地域目の世界ジオパークに認定された。ジオサイトとはジオパークの個々の指定地、見どころのこと。伊豆半島の大地を作り上げた数々の大型火山や伊豆東部火山群に由来したものが多く指定されている。以下は伊豆半島ジオパーク推進協議会の公式サイトで、 解説されているものの一部である。なお、ジオサイトは、自然の姿が保たれていることが、重要視されるため、満場の滝など、本来は、ジオサイトにふさわしいものであっても、安易な整備が施されてしまったため、候補地とならなかったものもある。伊豆半島、ジオパークミュージアムジオリア出展、静岡県伊豆半島、ジオパーク構想指針書指針書、第5章第12章。 ハット ABCD 出展、伊豆半島、ジオパーク公式サイトハット AB、伊豆半島を、ジオパークに認定ユネスコ、国内旧地域目。日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル、ジャックスムズ29491060、x 1 c 1 8 a 4 c r 8 0 0 0 2018年4月17日、閲覧。 abcde, 伊豆半島のユネスコ世界、ジオパーク新規認定について、日本ジオパークネットワーク、http://www.geopark.jp://jgn:/news:/2018/pdf:/2018041701pdf2018 年4月17日閲覧、abcde 出典 指針書、第1章第4章、出展、伊豆半島に日本ジオパーク認定賞、コーチで、全国大会 S、2012年11月6日、閲覧日本ジオパーク委員会2013年12月16日、プレスリリース日本ジオパークネットワーク出展、伊豆半島、ジオパーク公式サイト、2016年4月閲覧、ABC、情報発信拠点、ジオリアが開館伊豆ジオパーク、 静岡新聞、2016年4月3日閲覧。出展、静岡大学防災総合センター静岡大学、教育学部総合科学教室、小山雅人研究室、伊豆ジオパークの目標ジオパークの保全伊豆新聞、連載記事 ABCDEFGHIJ、ビジターセンター、関連施設一覧。伊豆半島、ジオパーク推進協議会。 2016年4月3日閲覧。ジオパーク模型や展示で、長泉にビジターセンター。静岡新聞。2016年4月3日閲覧。ありがとうございます。